生、もうその落ち込み顔とはね、おさらばよ。やってやるわよ。19だもんな。今先生たちレベル何方だと思ってんの。余裕じゃん。いや、育てすぎたってね、本当に申し訳なさはあるんだけど、育っちゃうんだよな。行きますか。封じられた森の罠。もう罠って言ってるじゃん。どうやら封じられた森に入ったようですな。警戒を怠りませぬよう。いつかのような失態はね、犯さないよ。先生、ジェラルトさんの仇絶対取りましょうね。そうだね。まあ仇問題もあるけど、ほんとね、大変なことをしでかしたってね、分からせてやろうね。ベルナデッタ、話を聞いていたのかい。復讐にこだわるべきではないのだ。まあね、もう何にもこだわってないよね。ただとりあえず痛い目に遭わせたいって、もうそれだけだよね。体制万全です。悪の組織壊滅、尽力します。やってやろう、やってやろう。まあ今節は課題がないからね。たまには全力で働いても罰も当たらない。リンちゃん全力出してくれるの。めっちゃ楽しみ。リンハルトが全力だと、ね、明日は雪だ。今日中に型をつけようぜ。まあ確かにね、珍しいよね。声を抑えてちょうだい。もう敵が近くにいるかもしれないのよ。また大きな声出してんのか。私を救ってくださった先生にご恩返しする時が来たのですわね。いや、フレンちゃんごめんね。気持ちだけありがとう。先生、修道院ではああ言ったけれど、敵は間違いなくあなたを待ち構えているわ。うん。エーデルガルト様、それは他に狙いが考えられないもの。そうでしょ。ね、先生もね、そんな気はしてるんだけどね。どんな罠が待っているか知れない。注意して、先生。オッケー。私たちは今あなたを失うわけにはいかないわ。大丈夫よ。うん、そうですな。敵は強いですが、貴殿ならばきっと勝てましょう。ヒュー君、そんなこと言ってくれんの、ありがとう。頑張るよ。液晶の撃破、味方の全滅。はいはい。見なさい、魔獣がいるわね。敵は万全の体制ということかしら。石ころ回収できるかな。モニカおるね、センターに。あ、来た来た、ようこそ死の森へ。なんちゃって可愛くねえわ。私の名はクロニエ。この弱っちい女は仮の姿よ。これが本当の私の姿。ああ、君、その姿になったのはいいが、爪はあるかい？先生ね、爪をね、あれしてやろうと思ってね、道具のね、ちゃんと手入れしてきたんだよ。何されるか気になったらね、東京グールを呼んで。ほら、そこの獣さんたち、私が相手してあげる。そいつは楽しみだね。やってやるよ、アンフェルシャトーディフレ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。そうだな、一丁やりますか。
じゃねえな。引きこもっていた一人生だったのに。やってくれるよ、ベルちゃんならやってくれる。しゃあ、あ、当たった。 OK。 で、ちょっと削ってからの、いけるね。命中24でしょ。大丈夫よ、やれるやれる。やっちゃいましょう。こんな雑魚で立ち止まってるわけないのよ。甘いな、甘いな、甘いな。OK。 ベル君いいよ。もうちょっとでレベル上がるね。そうだね、一旦下がっとこうか。舞台に上がるより緊張するわね。こっちね。行きますか。焦らず戦おう。とりあえずみんな前に。おっしゃー、行くぜ。いいのよ、私の力見せてあげる。私は慎重にやるんだよ。先生、奇襲有利思います。真ん中突っ切っていけるな。戦いの空気苦手だ。ほらほら、のんびりしてると私逃げちゃうよ。逃げる気ないくせにそんな変なこと言わないの。もしかして逃がしてくれるつもりかな。煽ってんのかな。煽りスキルゼロじゃん。全然煽られない。私はみんな殺しちゃうつもりだけどね。やれるもんならやってみろよ。当たらない。ああ、食いしばれ。俺を誰だと思ってやがる。弓も使えちゃうのよ。アホが来た。アホが来たな。さあ、まずこやつを料理しようか。こうだな。あいつ邪魔だな。情けない。情けないね。
てろよ、当てろよ。あの子の子現れて、うん、あんたばっかね。あんたばっか。そんなんじゃお父さんの敵取れないよ。それはどうかな。先生の攻撃避けてからね、偉そうなこと言ってよね。あんたも殺してあげる、私のこの手でさ。これで決める。お先生やる気だね。先生やる気だね。いいよいいよ、もっと活躍を見せて。なんで煽る。あ、大層なこと言ってた割に逃げるね。嘘、本気の私が、あんたなんかに負けるわけ。ビッグマウスもいいとこだよ。ほう。ソロン、見てないで手伝ってよ。おじいちゃん、乙女の危機よ。乙女って。ああ、そうだな。よく見ると服装がエチチだな。案ずるな、クルミ。お前は獣のはびこる世を救済するその礎となるのだ。あらららららら、無様な最後だな。先生先生、逃げて逃げて。同人誌みたいなことされちゃう。ヒソカみたいなメイクしてるな。ヒソカにはなれなかったね。時は来た。ザラスの禁獣よ、そのアギトを開くがよい。心臓を捧げたわ。誰に助け求めてんって。身の程知れん。だな先生、先生やったぞこれ。さらばだ、強制よ。先生は帰ってきますよ。ここで物語が終わるはずないじゃない。今の魔導はまさか先生が。見たか、奴は飲まれた禁獣の闇に。未来永劫うつろな闇をさまよい、再びこの世界に戻ることはない。なんかやべえ術なことはわかるんだけどさ、それがあのクロニアの心臓1個でできちゃうってちょっとお手軽すぎない。天帝の剣は惜しかったがな。嘘だ、俺は信じねえ。先生が死ぬわけない。そうだそうだ。そうですわ、先生は特別な方なのですから。その程度のことで死ぬようなものが我が主の死となれるはずもありませんな。みんな信じてくれてるね。確かにまだ死んではおらぬであろうな。だが死んだも同然よ。あの闇に飲まれると現実世界にね、なかなか帰ってくるのが難しいのよね。出口のない闇の中を漂うことしかできぬ、うん、苦しかろう、絶望に飲まれよう。先生は絶望なんかしません。ひどく勝ち誇っているようだけれど、もしそんな無縁なやり方で私たちの死を倒したつもりだというなら後悔することになるわよ。ああ、今回ばかりは彼女の言う通りだな。闇の中からだろうとすぐに戻ってくるさ。みんながね、信じてくれればさ、その光を目印に帰ってくるよ。その態度下せぬな。何を考えておるのか知らぬが、まあよい、望むならば加えてやろう。お前たちよ、死での行列にな。私の生徒に手を出すな。
なことはさせないぞ。一方闇の中の先生、ね、このバカ者、リスちゃんめっちゃ怒ってんね。敵が待ち構えておるところに突っ込んで罠に引っかかるとはなんじゃ。お主は転がり出すと止まれぬ違和感、イノシシとてもう少し考えおるわ。結構なピンチなのよ。帰るけどね。謝れば済むと思うてか。この闇は恐ろしいものなんじゃぞ。スピスちゃんはなんでこの闇が恐ろしいって知ってんだろうね。わしはお主と共にあればこそこうしてここにおるが、ここは写し代から隔絶された闇の世、それこそ女神でもなければ出られぬのじゃ。我らの身も心もだんだんといてついてこよう。やだ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 、まだ死ねません。死ぬ覚悟はできたか。できてません、まだ結婚してません。できない。それはそうじゃろう。わしとて死にたくはない。じゃが何かいい方法ありませんか。他に術はないか。何かあるんでしょ。のう、お主、ジェラルトの日記は覚えておるか。うん。お主は泣きも笑いもせぬ赤子じゃったと。それはおそらくわしのせいよ。ほとんど眠りに近い状態だったのじゃろう。お主の中にあったわしが作用してな。レアは一体いかにしたのか。お主の中にわしを存在させた。わしはずっとお主と共にあり、お主の中で力を取り戻していった。そう、女神、いや神祖としての力をな。ということなんですよ。やっぱりね、ソティスちゃんは女神様なんですよ。あの星にいるって言われてる女神様なのよね。我が名はソディス。それが何の中、お主は聞いたはずじゃ。始まりのもの、フォドラの守護者にして生きとし生けるものを導く神祖。わしは死して再び舞い戻ってしもうた神祖ソティスの心なのじゃ。肉体はね、あれだと思うんだけどね。こんな気はしてたよ。高級の闇よりいずる術は一つ、わしの神祖の力を使うより他はない。じゃがわしは体を持たぬ。それゆえお主に力のすべてを渡さねばならぬ。それはお主と一つになるということ。そしてわしは消えるのじゃ。展開知ってたからさ、知ってたからね、あのすごいキャッキャできたけどさ、正直めちゃめちゃ辛いのよ。あんまりねネタバレにならないようにと思ってキャッキャしてたんだけど、本当はねめちゃめちゃ辛い。ソティスちゃんもさ、きっと先生と共に会ってね、いろいろお話できたり、先生の目からいろんなものをね見て、先生の成長をね内側から感じてきっとねすごい楽しかったと思うんだよ。死んだらそこで普通は終わりだけど、また蘇ってね楽しい時間を過ごせたのよ、ソティスちゃんは。だからそれをね手放さなきゃいけないんだよ。そんなことはね、できない。
正直できないよ。できないけど、そうするほかないんだよ。消えると言うても全てなくなるという意味ではない。うん、先生とね、一つになるってことで消えるわけではないんだけど、足はお主になるのじゃ、うん、いつもお主と共にあろう。でもお話できないのつらいよ。こうしてお主と話すことは二度とできぬじゃろうな。寂しいの？うそうなんだよ、本当に私も寂しいよ。お父さんいなくなってさ、エガちゃんとか励ましてくれたけど、やっぱりそばにいてくれてさ、一人じゃないって思えたのはやっぱソティスちゃんがいたからだと思うんだよね。あの寂しいのの声のと本当に辛い。私は常にお主と同じものを見聞きし、お主に散々あれこれと言うてきた。楽しかったよ。かけらも女神らしゅうなかったやもしれぬが、実に楽しい日々じゃった。先生もすっごく楽しかったよ。礼を言うぞ。いや、こっちこそありがとね。わしと共に会ったのが、お主でよかった。本当にありがとう。こちらこそね。ありがとう。さあ、願え。わしとお主の意志が重なれば、二つは一つになる。あの森へと戻り、敵を撃ち、コアッパどもを助ける。それがお主の願いじゃろう。本当は寂しいのにさ、こういう時まで先生を鼓舞してくれるんだよ。本当わしとお主の意志は一つとなった。ありがとう。時のよすがをたどりて見出した斧が答え、始まりのものたるわしに示せ。ありがとう。これからもソティスちゃんと生きてくよ。目の前の敵を撃ちましょう。うん。貴様、ザラスの闇で何を見た？ありえぬ。あの闇をくらえるのは我が手で始末をつけねば戻ることもままならぬか。お前のせいだ。お前らのせいだぞ。出直してくるんだ。
先生スペシャルだ。これをねお見せしたいのよ。悲しい戦いだったけどここで終わらせようね。やるぞ。わしは貴様が恐ろしい、恐ろしいなどという感情はわしの中になかったはずなのに。それだけのことをやったという自覚はあるんだね。本当に君たちは先生から大切なものをさ、あれもこれもって奪いすぎなのよ。怒ってるからね。終わらせるよ。だが貴様だけは消さねばならん。消えるのはそっちです。その身で学べ。不可か、このわしが獣ともに破れようとは。喧嘩を売る相手を間違ったね。うん、しかしこれで終わりではない。我らの悲願必ずやタレス様は。そいつのこともこの天帝の剣で終わらせてやるからな。終わったわね。それより先生、その姿は。やっぱね、ここはね先生 MVP 取っておきたかったよね。うん、その髪と瞳の色、まるで誰かにそっくりね。なぜそんな姿になってしまったのか聞いてもいいかしら。うん、とてもね可愛らしくてキュートで楽しいね。すごい先生のこともね大切にしてくれた女神様がね力を貸してくれたんです。女神が。それを聞いて何を思うんだろう。そう、よかったわね。天帝の剣といい、あなたは女神に愛されているのでしょう。あ、エガちゃんは女神、まあ宗教の方もあんま好きじゃないからか、多分苦しい日々の中でさ何度も女神様に祈ったけど救ってもらえなかったってこともあるんだろうね。かつての聖者セイロスと同じように。うん、その力を先生は何のために使うのかしら。修道院のため、または世のため、人のため。さっきからすごいトゲがあるね。ダメでしょう、きっとさ。いやでもソティスちゃんなら、ま、先生のために力を使ってとか思ってそうだけど、やっぱ世のため、人のためよね。うん。先生ならそう答えるかとも思ったわ。難しい選択肢を突きつけられたな。先生はもし世の中が、あるいは生徒たちが真っ二つに分かれて争うことになったらどうするのかしら。どちらについても世のため、生徒のためよ。どうしてそういう質問をする。あなたの。先生、倒れて寝息。まさか眠っているの。姿形が変わったことが原因かしら。いや、ここ、いや、ここで、ね、寝ちゃうのは、まあ、どのルートも腰痛なんだけど、すごいエガちゃんとわだかまりが残るようなところで、うん、なんかタイミングがまずったの。先生、放置するわけにも行かないわ。エガちゃんのパワーなら運べるよ。私が背負ってもいいけれど、いえ、ヒューベルトを呼ぶべきね。
いや、ヒューベルトよりエガちゃんの方が力あるでしょう、正直。時の夜すがに灯る炎。いきなりレアちゃんの歌が聞こえてまいりましたけども。川もにたゆた記憶のかけら。まだ動いてはいけません。いやー、膝枕よ、膝枕。もうここはどこ、自分は何を。大丈夫、何も心配はいりませんよ。あなたを傷つけようとする者はここにはいないのですから。レアちゃんの箱庭ってことかな。気持ちで歌を聴かせてるのかな。先生のこと子供と思っているのとはまた違うんだよな。難しいな。今この時が永遠に続けばいいのにと少しだけ思ってしまう。手繰り寄せられた時を共に紡ぎ、果てなき世を二人で追っていきたい。プロポーズよね。お答えできませんが。あなたの身に何が起こったのか、おおよそのことは聞いています。この姿、主より力を授けられたのですね。あなたが天帝の剣を手にしたその時から、私はあなたがいつかこうしてオドラをあまねく照らす女神ソティスの力をその身に宿すことを信じていました。どこまで言っていいのかな。いや、確信があったのよ、レアちゃんには。あなたは私の。ね、この先に続く言葉も私はおおよそ分かっているんですけどもね。さあ、目を閉じて、このままもう少しお眠りなさい。先生はね、わけわからんって思ってるだろうな。そりゃな、わからん人にはわからんよな。私がずっと見ていますから。